平成22年4月17日土曜日、鳩山総理は東京都内の新宿御苑で桜を見る会を開催しました。この会は内閣総理大臣が各界でご功労ご功績のあった方々をお招きし、親しく懇談するために毎年開催しているもので、今年で57回目を数えます。見頃となった八重桜の下で、各界の代表者や文化、芸能、スポーツ界など約1万人の招待者をお迎えし、握手や記念撮影に応じました。お集まりの皆さん、おはようございます。そしてこのような雨の中お集まりありがとうございます。桜を見ながら雪も見れるという大変な日になりましたが、ようこそお出ましをいただきました。このような時になると必ず私から申し上げる言葉がございます。人生には二人の友がいる、晴天の友と雨天の友である。晴れた時には人知れず人は集まってくる。しかし一旦人生に雨が降ると、一人去り二人去り消えてしまうものだ。雨の時に集まってくれる友こそ真の友である。雨天の友という言葉がございます。皆様方はこの鳩山政権におけるお一人お一人が雨天の友でございます。心からお集まりに感謝を申し上げます。ありがとうございます。寒い時に美しく桜が咲いています。寒い時こそ頑張らなければと一生懸命美しさを競ってくれています。新政権もそうでなければなりません。現在厳しい状況を迎えております。しかし皆さん、お集まりの皆さんのお気持ちをいただきながら、改革の志、時計の針を大きく前に前にこれからも進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。新しい時代にふさわしい桜の花を咲かせたい。私は館を開く、国を開く、そして未来を開く、その合言葉のもとに頑張ってまいりたいと思っています。館で閉ざされた国を民に、皆様方に開く、国を地方に、そしてアジアに開くことで未来を開くことができる、その確信の中で厳しい戦いではありますが、皆様方と共に新しい日本づくりのために頑張ってまいることをお誓いをさせていただきます。改めてお運びをくださったすべての皆様方の温かいお心に心から感謝を申し上げ、お礼の挨拶といたします。ありがとうございます。お集まりくださいましたお一人お一人のますますのお幸せと、この国の
未来の繁栄に向けて乾杯をしたいと思います。乾杯！